外国人でも発音を作れてる、ね、そうしてきました。果たしてこのリングに
幸福はあるのか。それはね、このレッスル1には矛盾がたくさんありすぎるんですよ。おその一つはお前だぞ、おいエース。もともとプロレス総合学院は学校を卒業したらいろいろな団体にプロレスラーを輩出する養成所だったんじゃないですか。確かに。お前らレッスル1でしか試合してねえだろ。あら、あ、それでプロレスラーって言えんのか。あら、まあね、そんな矛盾がこの団体にはたくさんあるんですよ。まあね、何を言いたいかというと、お前らがこのリングに上がり続けると俺が参戦する枠がなくなっちゃうんだよ。俺はライオンちゃんもそうだし、俺のいろんな友達を呼んでこのリングでもっと試合がしたい、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 試合がしたい。ということで、まあお前らは置いといて、ライオンちゃんだけじゃねえぞ、いろんなやつこのリングに連れてくるから、ライオン離して、レッスル1のプロレスを見て幸福になりましょう。ライオン